はい、どうもこんにちは、寺井です。本日はですね、買い付け、バイヤーにインタビューというところでですね、今フランスからですねお送りさせていただけたらと思います。 M さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今フランスのリールというところでですね、レストランもリザベーションしていただいて、本日はありがとうございます。とんでもありません。ありがとうございます。いつもあの買い付けでお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。今僕としてはロンドン旅行させていただいて、その後フランスに来てですね、そのヨーロッパの旅行中だったんですけども、今は、このパリからリールに来てですね、もうせっかくなんでちょっとお会いしたいなというところで来させていただきました。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。で、本当に僕自身もですね、この買い付け の, そのバイヤーさんに会うのがもう初めてですね、で本当に今回本当に貴重な機会で、いろんなところも教えていただいてありがとうございます。いえいえ。まあ、今回ですね、この買い付けバイヤーっていうところ、僕の YouTube だと、あまりその語ってこなかったところなのかなと思うんですけれども、皆さんも買い付けバイヤーってどんな人なんだろうっていうところ、気になっている方多いかなというふうに思います。でもこの動画では、買い付けバイヤーさんってどんな人なのかなってところだったりとか、仕事内容だったりとか、向こうか。S'il vous plaît, je vous demandais si je pouvais récupérer les verres discrètement, ils sont en train de faire une interview. Là, je vais vous donner un petit peu de drink. Cheers. Merci. 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 Merci.パリから、このリールは、電車で1時間半ぐらいでしたね、感じは。え、そんなにかかりました？ 50 分ぐらいだったですか？いや、ちょっとディレイしてましたね。本当ですか？普通だとね、1時間かからないぐらいです。あ、そうですか。もうリールにもそのルイ・ヴィトンだったりとか買い付けていただいてるんですけども、この前のね、パリのシャネルを見ていただきまして、その時でも普段そのパリ行かれる時とかはやっぱ50分ぐらいで行かれてる。そうですね。シャネルだけはリールにないので、どうしてもちょっとパリに行かないといけないというのと、あとシャネルは遠隔買い付けができないっていう特徴があって、いくら仲いい店員さんがいても、そのブティックにどうしても出向かないといけない。なるほどですね。だからちょっとやっぱりリールからパリまで行かなきゃいけないということですね。そうなんです。でも本当に、この前は本当にパリまで行っていただいてありがとうございます。いえいえ。そんなちょっとお世話になっているM さんなんですけども、ちょっと先ほど言ったようにですね、買い付けバイヤーってどんな仕事なのかというところだったりとか、ちょっと自己紹介も含めていろいろお話しいただきつつ、このどのような形でですね、このバイマのショッパーの方、見ている方多いかなと思うんですけれども、このショッパーさんがやっぱこの買い付けバイヤーさんと、関わるときに気をつけるべき点だったりとか、そのあたりもお話を伺えたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちょっと自己紹介ってところを、いただけたらなと思うんですけれども、簡単にいただいてもよろしいでしょうか。そうですね。私は実は中高大と海外で過ごしていて、オーストラリア、マレーシア、アメリカっていうふうに過ごしていて、でその後日本に帰ってきて、アメリカ系の航空会社で勤務をしてたんですけど、その後いろんなファッション業界に行ったりとか、公務員系のお仕事をしたりとか、IT のお仕事に転職したりとか、いろいろあったんですけど、そこの IT のお仕事をしている時に、今のフランス人の旦那さんと出会って、でフランスに住むことになったっていうのが、今ここにいる経緯ですね。そうなんですね。本当に小さい頃から海外でお住まわれたというところも伺えたかなと思うんですけれども、やっぱりこの英語とかもずっと喋ってきて、もう今流暢に喋られているということですよね。そうですね。英語についてはあんまりこう不自由なく話せるかなっていうぐらいですけど、フランスはすごい難しかったですね。フランス語難しいですか、やっぱり。出身はでもその大阪、関西圏、京都ですよね。京都ですね。はい。そこはでもどれぐらい住まわれたんですか。そのオーストラリアに行くまでの12歳までの間と、それから日本に帰ってきてからは、大阪に住んでたんですけど、大阪はフランスに来る直前までなので、それぐらいですかね、十何年とかですかね。そうなんですね。はい、もう本当に
2つ の, そのバックボーンを持ってるとそうですね、半々ぐらいみたいな感じですね。そうですよね、はい、まあ、本当にその海外にもルーツがあるってとこも伺うことができたかなと思うんですよね。もう本当に旦那さんと今あのリールに、暮らしているということなんですけれども、まあ、そうですね、旦那さんと一緒にその買い付けとか行ったりとかそういうことはあったりするんですか？そうですね、あの基本は一人で行くんですけど、うんうん、ちょっと何か用事を一緒にしたい時とかはついてきてくれる時もありますし、なるほどですね、で、うんうん、やっぱりこうフランスって、まあ、華やかなイメージあると思うんですけど、そう思われてる方多いと思います。実際そうだと思います、はい、思うんですけど、あの危ないところもすごいたくさんあって、うんうんうん、メトロに乗っていたらあのちょっと襲われたりとか、うんうんうん、盗まれたりとかっていうのがあるので、うんうん、まあ、その荷物がたくさんになりそうな時とかついてきてくれたりとかっていうのがありますね、うん、それはまあ心強いですよね。そうですね、僕もその今回そのヨーロッパ、中央旅行させていただいてるんですけども、ちょっとアドバイスいただいて、うん、ちょっとフランス若干危なめなところもあるから気をつけてねというところも伺ってましたもんね、うん、そうですね、だからその買った商品とかがその盗まれないとか、うん、そういったところもまあ気をつけるべきところということですね。そうですね、あの多分多くの方々が契約書、まあ、そのテンプレとして使ってらっしゃるものでよくあるのが、うん、まあ、今私実はそのお買い付けしているショッパーの、まあ、クライアント様の数っていうのは、まあ、多分トータルで、まあ、ちょっとアクティブじゃない人も含めたらもう5、60人ぐらいいると思うんですけど、やっぱりどの方もその発送するまでっていうのがバイヤー側の責任になってるので、やっぱり私がこうお金をお預かりして商品を発送するまでですね、買い付けて発送するまでの間に襲われたりなくしたりすると私の過失になるので、まあ、そこはもちろん気をつけますね。なるほどですね。なので、まあ、あまりにもこう隠せないものとかの場合はちょっとまあショッパーさんにお願いをして、うん、あの Uber を使わせてもらうとか、うん、タクシーを使わせてもらうとかって工夫する時もありますけど、うん、まあ、基本的にはできるだけその買い付けコストを下げたいっていうのが、うん、まあ、あのショッパーさんの思いでも共通であると思うので、うん、基本的にはちょっと大きめのエコバッグとかを持って、うん、で、まあ、商品が潰れないようにこう綺麗に入れられるように、うん、まあ、大きめのエコバッグにそのブランドの袋が見えないように隠して帰ってくるっていう感じに気をつけてます、ね、なるほど、本当にそこはいつも気をつけていただいてありがとうございます。いえいえ、あとはその結構フランスのそのブティック側も、うん、その危ないっていうのは結構あのまあ認知してくださってて、うんうん、希望すると例えばエルメスとかでもあの無地の袋に上から入れてくださったりするんですよ、うん、あ、なるほどですね。なんで、まあ、外から見てわからないようにってことですね。なんでショッパーは別につけてくれるけども、うん、まあ、その商品をこう、まあ、エルメスで買ったとかってわからないようにしてくださるような配慮とかもあるので、まあ、そういうちょっとサービスを使ったりとかっていうのもありますね。なるほどですね、まあ、本当にヨーロッパで仕入れる特にそのフランスも在庫も多いですし、そのプライスもやっぱ日本に比べて安いっていうところがあって、まあ、本当にそこで仕入れたいっていうのは多分皆さん思う共通の認識だと思うんですけども、一方でそういったこの危なさがちょっとだったりとかっていうところがあるので、そこは本当やっぱ工夫が必要というところですよね、うん、そうですね、うん、なるほど。その中でブティック側もあのそういった対応っていうのをしていただけているっていうところも僕も今ちょっと初めて知って、うん、勉強になりました。はい、Mさん自身もあの気をつけていただいているところ、そのフランスの事情っていうところもちょっと皆さん知れたかなというふうに思います、ね、本当たくさんの方と契約してそのアクティブでない方もアクティブな方もっていうところのお話もあったかなと思うんですけれども、その M さんが本当にすごくて、あのたくさん の, この担当の方っていうのがそのフランス内にいらっしゃるってことなんですよね。そこのあたりもちょっと聞きたいんですけれども、どうやってそうやって担当さんあのつながりを店舗とどんどん作っていったんですか？そうですね、あの最初の頃って私実はそのバイヤーだけやっていたというよりは結構バイヤーの事務関係のお仕事をしたこともあったりとか、あと結構手広くもうすでに成功していらっしゃる方のバイヤーとして一番最初にやり始めて、でそこからバイヤーの中のマネージャー的なバイヤーみたいなポジションを経験して、で
まあ手当たり次第最初ってやっぱりかけるみたいにどうしてもなってしまうんですけど、ある程度やっぱり何回もかけていったり、まあ、その制約件数が伸びてくると、まあ、個人の番号が相談してくれるっていう人もいますし、まあ、逆にその何も言わずにあっちからそのもうすでに顧客情報として登録されている私の番号にいきなりこうプライベートのメッセージを送ってくるとかっていうのもありますし、まあ、この辺りはもう本当にこっちがお客さんだよみたいな強い感じではなくて、私は、まあ、そのこの仕事関係なしなんですけども、そのコンビニの店員さんにしろ誰にしろこう年下であれ年上であれこう丁寧に接したいなっていう気持ちは常にあって、それはもう今お付き合いさせていただいているショッパーの方も皆さん一緒なんですけど、なんで普通に、まあ、人間関係としていい関係が築けていたら、もちろん相手も知らない多数の人にたくさん頑張って売るよりも、あちらもやっぱりちょっとインセンティブ入ったりするんですよね。やっぱそうです。そうなんですね。なのでやっぱりこう、あ、この子なら買ってくれるとかっていう信頼関係が築けると、自然とじゃあこういうのどうこういうのどうとかって言って、まあ、新作の情報であったりとか、例えば、ね、私個人のビジネスの番号教えてあげるねとか、なるほど、こっちからオファーしてくれるので、まあ、こちらから頑張って個人の番号取りに行ったとかじゃなくて自然と増えていったっていう感じ、ね、なるほどですね、まあ、人間力ですね、もう完全にですね。そうですね、まあ、欧米な態度みたいなのを別に取らなくて、まあ、普通に接してる部分では、うまくいくんじゃないかなと思いますね。なるほどですね、バイヤーさんとブティックの方もそうですし、バイヤーさんとつながっている我々パーソナルショッパーも絶対それって当てはまること言えることかなと思うんですけども、やっぱりこの人間関係っていうのは本当にもういろんな人が関わってビジネスっていうのは成り立っていくと思うんで、めちゃめちゃ大事なところですよね。そうですね、やっぱり中にはちょっと常識に欠ける方もおられますし、でそのお店の人にしてもやっぱりこうレスポンスが遅い方とか、私もこうどんどん使わなくなっていくのでその人から買わなくなりますし、ですよね、例えば一つそのルイ・ヴィトン一つにしても正直20-30人ぐらい個人の番号知ってると思うんですけど、もう買うのは一人って決めてますね。ああ、そうですか。この人が一番早くレスポンスしてくれるし、絶対にこう頼んだことを忘れないから、ちょっと信頼できる人ですね。この人からできるだけ買ってあげたいっていうので、まあ、自然とこう仲が良くなっていくっていう感じですね。なるほどですね、まあ、本当に信頼関係めちゃめちゃ大事だなっていうところかなと思うんですけども、店員さんと、まあ、その M さんの関係っていうのは、まあ、非常に深いところがあるのかなと思うんですけども、やっぱその一人の人を選ぶっていう中で、その一人の人は結構やっぱりそのブティックで取り寄せてくれたりとか、そういうサービスとかもいいってことですか？そうですね、見つけてきてくれますし、取り寄せてもくれますし、本当にもう自分が店舗に行ってるのと同じようなことをしてくれるので、もう私はその基本的にはこのパリとかっていう一番そのフランスでこう繁華街っていうところに住んでいなくても、家からほぼ出ずに仲介付けの仕事が成り立っているので、その唯一、シャネルぐらいですね、家から出なくても。あ、シャネルはやっぱね、難しいんですかね、こう自分で行かないといけないと。それ以外のブランドについては正直家から出る必要がなくて、もうその携帯とか電話とかっていうので完結してしまうので、なるほどなるほど、これあるないって聞いて取り寄せて終わりですね。なるほどですね、パリから、リールのご自宅まで送ってくれることもできるし、その人はパリの、その人がいる店舗以外からも取り寄せて送ってくれたりもできるってことですね。できます、できます。他国から取り寄せてくださったりもしますし、それがすごいですよね。他国から取り寄せて、もう自分がもう家にいながら送ってくれるということですよ。そうです、そうです。素晴らしい人脈を構築していただいているかなと思うんですけども、買い付けにおいてはバイヤーさんの店舗とのつながりってめちゃめちゃ大事になってきてて、やっぱりこのどんだけ仕入れられるかっていうので、その売買も売り上げも決まっていくと思うんですよね。だから本当に M さんのように本当に
クオリティの高いそのバイヤーさんをゲットできた人っていうのはめちゃめちゃ幸せなのかなと思うんですけども、やっぱりこの先ほどもあったようにその人間関係っていうところもある中で、やっぱりやってほしいっていうのでやっぱ契約書とかも巻いたりしますけれども、やっぱ双方合意がないとこういったビジネスっていうのはその回っていかないと思うんですけども、選ばれるバイヤーではあると思うんですけども、やっぱ選ぶ立場として、どんな人と一緒に仕事したいなというふうに思ったりしますでしょうか。そうですね、その正直なところ、皆さんのお仕事を受けたいと思う気持ちはあるんですけど、最初の頃実はそうしてたんですよね。ただし、やっぱりある程度不意にかけないと成り立たないっていうのが分かったっていうのと、ここはやっぱり常識にかける方っていうのも中にはいらっしゃって、これをやれば簡単に儲かりますよみたいな、じゃあそうならこの地球上とは言わないですけど、日本にいるなぜ全員この商売やっていないのかっていう簡単な結論に達すると思うんですよ。やっぱりある程度の成功者がいらっしゃって、失敗する方も中にいらっしゃる。そのからくりを自分で紐解いていこうとしない方、でもそれをコンサルの例えば寺井さんとかね、そのコンサルの方の力を借りてやるのはもちろん成功のための一つの手段としてツールとしてみたいな感じでいいと思うんですけど、やっぱりそこの中に自分でこうすごい工夫みたいなことができない方、ただただ真似をしたら成功ができると思っている方は、なかなか難しいなと思うのが正直なところですね。なるほどですね。よくいただくのが DM でこうバイヤーになってくれませんかっていうオファーを受けるんですけど、やっぱりその文章一つが完全にコピペだなっていうふうに分かってしまったりとか、ステアカから送ってこられてるなっていうのが私たちもやっぱり見てるので、あ、じゃあ人間性が全然見えなくて私の生活は丸見えになっているのに、この人とお仕事したいかなって思うと、じゃあ多数いるのに別に増やしたいとも思ってないので、じゃああなたにっていう感じにならないっていうのが正直な気持ちです。でもまあそれは本当に分かりますよね。やっぱりこのバイヤーさんもネット上を通じて知り合うんですけども、やっぱ生身の人間であるし、やっぱ考えるし、そこをやっぱ理解できないと、やっぱそういった信頼関係を構築するっていうのは難しいところってことですよね。そうですね。で、私個人的にはそのフランスに来てからっていうのとかもあるし、まあ、その他にもちょっと今までのこれまでのその反省振り返って結構苦労してきた実は人生なんですよね。お金がないとか、今すぐその働くことができないとかっていう経験をしたことも実際あるし、その今多分バイマを始めようって思われていらっしゃる方ってきっとそういう環境の人が多いと思うんですよ。すごく余裕があってじゃあバイマしてみようかなじゃなくって、お仕事に困っていてどうしようとか、今自宅から何かできることとか、将来が不安なのでもう一つ副業とか、そういう考えでやられる方が多いと思うんですけど、やっぱりそうならそうで、その辛さが私にも分かるので、できるだけ助けてあげたいなと思うんですよ。だからできるだけたくさんの方のバイヤーになってあげたいと思うし、できれば全員の買い付けをしてあげたい。でもと同時にやっぱりそれだけ私の時間も削られることになるので、やっぱり制約につながらない方とか、その工夫ができなくてこう脱落してしまっていく方っていうのはやっぱりずっとお付き合いができないので、どうしてもちょっと選んでしまう感じにはなってしまいますね。まあそういうことですよね。いや僕も正直やっぱコンサルティングさせていただいてて、やっぱ思うのは、もう本当に稼げる人もいる中で稼げない人もいる、その違いって何なのかなっていうのがちょっと今おっしゃっていただいたことの中にかなり含まれているのかなと思うんですけども、自分自身でやっぱ考えて行動するっていうのが、その基礎知識としては僕は提供させていただくことはできるかなと思うんですけれども、その部分っていうのは非常に大事なのかなっていうところですよね。そのバイヤーにしても例えば電話をかける店舗に行く、商品を見つけてくるっていう、このなんていうんですか、一連の作業、簡単なそうに見える作業ですけど、これだけやってたら買い付けられないんですよ絶対に。で、皆さん同じものを探されてますから、同じことをしている人が世の中にたくさんいるわけなんですよね。
でもやっぱりあなただから見つけてきてあげるわとか、あなただから売りたいとか、うんうんうん、っていうふうに思ってくれるとか、例えば入荷したら一番最初に教えてくれるとか、うん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 、やっぱりその人間関係ができた上で成り立つ、うん、その、まあ、地固めみたいなものを数年かけてやってきたので、うん、まあ、普通のというとちょっと普通の方かどうかわからないんですけど、うんうん、私はその他の方よりも買い付けられるという自信がありますし、信用もある程度やっぱ今お付き合いさせていただいている方あるかなと思ってますし、なるほどですね、うん、いやもう本当に大切なことを教わっていると思いますこれですね、うん、もうショップも同じことが言えるかなと思ってて、いかにお客様に選ばれるかということですよね、うんうんうん、なぜそのショップから買われるのかっていうのがやっぱり理由がないとお客さんはやっぱ買われないと思うんですよね。いつも、このショップの人に頼めば早く送ってくれるだったりとか、確実にその商品が届くだったりとか、あとはそのいつもないけれども自分のおすすめを自分のことを理解して紹介してくれるだったりとか、そういったやっぱり理由っていうのをやっぱそれぞれ考えて行動して、作っていくということがやっぱお客様からも選ばれる、バイヤーからも選ばれる、でそのブティックのスタッフさんからも選ばれるっていうところ、もう全てがやっぱこの共通点としてなんかちょっと、一つ点と点が線でつながったなっていうようなお話があることができたかなというふうに思いますね。はい、でも本当に僕も勉強させていただけるような素晴らしいお話ありがとうございました。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。パーソナルショッパーとして稼ぐためにっていうところ、まあこのバイマのみならずやっぱお客様に選ばれてこそこのビジネスの成長というのは絶対あると思うんで、そこをちょっと気づかせてくれるような素晴らしいお話いただけたかなというふうに思います。とんでもないです。ありがとうございます、はい、こんな形でちょっと、今回はですね、フランスのリールから、実際にお会いしてですね、はい、M さんと、お話しさせていただくことができました。今回はありがとうございます。とんでもありません。わざわざ来ていただいてありがとうございました。とんでもないです。またお待ちしてます。またちょっとありがとうございます。今日も美味しいねフレンチをちょっと予約していただいて、はい、旦那さんと一緒に食べて、楽しませていただいたところなんですけれども、はい、はい、本日は M さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、すいません、今回こちらで失礼させていただきます。はい、失礼します。失礼します。